金正都氏は、朝鮮民主主義人民共和国の人物。金日成の妻、金正日、金一万一、金景気の母、金正夫、金正哲、金正恩の祖母、金管律の非馬場である。貧農の家に生まれたため、満足な教育を受けられなかったとされる。一説によれば朝鮮語の読み書きができなかった。16歳で、パルチザン部隊に入る。 そこで、金日成と知り合い、結婚。1942年2月16日に、ソ連で金正日を出産したほか、5人の子供を設けた。朝鮮帰国後に、北朝鮮に設けられた、朝鮮民主女性同盟の初代委員長として、活動した経歴がある。称号は朝鮮民主主義人民共和国英雄。金正都の破壊し 大城山革命列資料にて主体思想に基づく個人崇拝の結果、北朝鮮では、金日成が建国の父と呼ばれているのとともに、国母として尊崇されている。また、白頭山のお上軍、朝鮮革命において、朝鮮民族のために消すことのできない革命の業績を成した、金日成の新鋭戦士、高日の女性英雄、卓越した政治活動家、 偉大な革命の母は永遠に朝鮮人民の心の中で生きる朝鮮現代史上で誉れある三大人、三大将軍、三大英雄の一人など様々な呼ばれ方をされている。なお、1972年9月21日に北朝鮮政府から共和国英雄の称号を送られている。大韓民国や日本では金正里氏が 金日成の抗日運動を妻として陰ながら支えたことは認められているが、北朝鮮のプロパガンダに見られる彼女の数々の業績については、ほとんどの学者が否定している。金日成、金正日、金正恩の家系図、ありがとうございます。